自宅で和牛の畜産をしている麻生翔太です。年齢は27歳です。住所は一宮町三野になります。仕事の内容は和牛の一貫経営をしておりまして、繁殖をした子どもから出荷までの一貫で自宅の方で畜産をしています。仕事で日頃から心がけていることは牛一頭一頭の体調管理です。特技は高校大学と運動していましたラグビーです。趣味の方はツーリングとドライブです。好きな言葉は何事にも全力という言葉です。また好きな女性のタイプはポジティブ思考で思いやりのある方が好きです。阿蘇市の好きなところは大自然なところとゆっくりとした時間の流れが好きです。また阿蘇市への要望は一日も早い復旧復興と一日も早い作付けできる田んぼに戻してほしいなと思います。我が家の経営は古城のおいしいお水と阿蘇山で採れた野草とあとは阿蘇で採れた稲わらをたくさん牛に食べさせておりますので安心安全なお肉になっております。皆さんぜひお肉の消費の方を、ぜひお願いします。